食べていいの？カズヤくん、またね。さくらさん、すみ、大学1年生、職業レンタル彼女。え、ありがとう。どんだけ。あの人、カズヤくんに悪いこと。じゃあ、コミュ障だ。あって30秒でコミュ障だとわかる。スミちゃんに必要なのは自信だと思うんです。キュロットスカートってやつ、中どうなあ。よし、オカリ、オカリにしよう。映画を見たりさせてあげられるよ。気にしてくれるなよ。 S 級美女連れて歩くのは慣れてっから。とりあえず休憩しよっか。ちゃんからだ。っていうか、めっちゃ照れてる。無理してる。あっ、おお、減った。人見知りの域を超えている。すごい、もうわかるぞ。でも、そんなスミちゃんを好きって言ってくれるお客さんは必ずいる。どうなんだろうな。うちょっ、うん、うまい。あー、いや、ごめん、下手っていうか、やっぱちょっとぎこちないっていうか。めっちゃ彼女のふりしてくれてる。彼女中の自分はすごく嫌いだ。あんまり焦らなくていいんじゃないかな。意外と頑固。スミの朝は4時起きだ。目覚ましの5分前には目が覚める。優しくて、自分の夢をしっかり言葉にできる。スミの理想の女性。でも、これでまたスミちゃんの目標に一歩近づいたのね。